風エブリおはようございます。レースオーバーチステーションのジャンジャンです。兵庫県久しぶりの場所でかつ初先方さん、ミクちゃんガイアアリーナ店さんです。お願いします。カメラの方見ながら、はい、おいいじゃん。俺恥ずかしい、これ満遍の笑おはようございます。続いてこうやっぱ人がいるところに行くのがいい気がする。ここにしようかな。北斗の島結構お客さんこれからも来そうな感じなんで、北斗で行きたいと思います。北斗店頑張ります。風エブリー。それでは行きたいと思います。北斗店でございます。まあいろいろ信頼が出てますけども、僕はやっぱ北斗好きだなと改めて感じているつい最近この頃でございます。9月僕の最終戦、いい結果残しましょう。行きます。目標は勝つですね。で裏ボタンがわりかしいろんなところで明らかになってきて、信頼力でお話ししたこととちょっとズレもあったので、そういうところもお話ししていきたいと思います。ただ目標は勝つです。打ってるけどやっぱり好きなのは背景ナビだけ。あーいいわ、癒される。動画ですと3回目かな、いきたいと思います。348分の1、図柄揃いはバトルモード濃厚になります。右のバトルモード中の10ラウンドの無双転生チャンスをクリアするとラッキートリガーハイパーバトルモードになりますと。でここでハイパーバトルモードを皆さん目指すんですけど、ハイパーバトルモードに行くための無双転生チャンスの裏ボタンがあって、ウェーブギアを引くとクリアしてるなら2分1でキリンフラッシュが鳴るらしい。だからちょっと怪しいやつは引かないけど、びっくりマーク2個とか来たらちょっと引いてみようかなと思います。注目演出が、北斗といえばの百裂拳運、樹海予告、キリンカットイン、連機操作。この中で絡むのが圧倒的にキリンカットインなんで、バトルモード後半までこぎつけれたらロゴ落ちとキリンカットインを待ちましょうという形です。ジャギステージだよ。いいよいいよ。あっ、おっつ動いたらこれキリン来るかもいい時に解放されます。てる187、ただサウザーなんだよね。下の赤、あー赤ビクンビクンはもう昔からだけど、これをもらったと思いたい。6、まだ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 、まあ、4までいって、おいやぞ、これがキリンだってほしい。はい、赤ビクンビクン、サウザーでもだよ、これは期待しよう。6、まだ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 、もう1回、あー3回か、これはいただきたいよね。赤、あー青で必要性上がってければ強ルート上がってきたわ。しかもまだいるもん、激アツルート。これは多分大丈夫、当落じゃないか。これはサウザーに勝てる時が来た。キリンじゃないの、キリンじゃないってことは当落です。ボーナスありがとうございます。ゴーズ1回転、素晴らしい当たり方。昔からこれ好きなんだよな、サウザー倒した後の。早いぞ、3500円でバトルモードぶち込みました。熱かったっすね。初手のサウザーの回想怖かったけど、途中で視聴性赤で上がってきてくれてたんで、それで安心できました。でも2ラウンドもらってバトルモード継続率 80% です。ここから転落が136分の1を当たり確率が40分の1です。今サウザーに勝てたからケンシロウで行こう。よっしゃ、ではケンシロウ行きたいと思います。解析出まして、無双転生チャンス発生がするかもよき態度アップ、無双転生チャンスまで濃厚、無双転生チャンス突破濃厚のものが出たので、軽くケンシロウ編でお話しすると、食らうかどうかのケンシロウの場合の目閉じ、目を閉じてくれる。あと無双転生チャンスまで濃厚なものがケンシロウの時登場、バトルの開始画面の仁王像登場、あと怪奇分岐のね遅いっていうのもあるみたいです。残像残るやつ
あとリザルトのトモハイケからと、あとユリアと視聴性付きの姿勢は無双転生チャンスまで濃厚になります。あと無双転生ゾーン と、エイリアン系当たった時の北斗図から出現は無双転生チャンス突破まで濃厚になります。すなわち出たらラッキートリガー。とりあえず10ラウンド取ったうちの3分の1で無双転生チャンスにはいけます。振り分け的にはいやー深刻な嫌だなガセって、サウザーは否定すると思うけどこれガセでいい。死んで会おうってサウザー行くの8点敗なら当たり。あ、オッケーオッケーオッケー、よかった危ない、よかった。ここで仁王像だったらもう無双転生チャンスですね。よかった8点でこれで1,2,3,4,5,6,7 で告知が来ればラッキートリガー。これ違う、ただ先制しただけです。よいしょ、10ラウンドよかったよかった、速攻近い。でここで入れまして黒くなれば無双転生チャンス。モノクロ普通の10ラウンドいいでしょう。まあ、何回も言いますけど北斗のいいところは下のバトルモードが面白い、これにつけるよ。いや島で一番早くセブフラ鳴らしたいですね。北斗天のセブフラ、望郷星の特等のセブフラ、うわっあーし特等もね、あの特等以外にもあれありますから、友もあるんで。ウイグルただ変わんなかったのがちょっと怖いけど、10ラウンド、まだ分かんないか、無双転生チャンスピーリー、オッケー、あのなるよなるよなるよピーリーのあのさヒューがいいっすよね。さあモノクロになろう、おいきた無双転チャンスで、びっくりマーク2個できれば4つ目、あーいやまあまあまあギリギリで、3ラウンド目から9ラウンド目までにウェーブギアを引いたら突破してるなら2分1でキリンフラッシュになります。あ、連打チャンスだよ、どう、あ、いかない、いきますね、一引き入魂、あー、ならない、いや、2分1外してるだけ、2分1外してるだけ、俺は2分1外しただけ。次、ここでカットイン、ここの4つ目のチャンスタップがすごい大事、青でもいい、ケンシロウ、あとお世話やめて、あー、お願い、うわー、ケンシロウ覚醒してくれよ、もったいないね、楽しかった、待って、いや待って、1回転は違う、ガセ、よし、うわー、何もない、デフォルトすぎるよ怖い、喋れば9割いないよね、うわいた、やばい、しかも図柄も弱い、死闘でギリギリよ、うわバトル、ケンシロウケンシロウ頼む頼む、飛ばないで、手で行こう、手で押していこう、飛ばない飛ばないで飛ばないで、目を閉じて、目を閉じたら無双転生チャンスアップ、かわせここで左右押してボタンプッシュで、ボタン押して震えたら当たりっていう裏ボタンもあるんですけど、押せる勇気はなかった。トモハイケ、トモハイケ、あ、姿勢もない、けーん、あーと思った、あれはしょうがないね、負けるべくして負けたわ。まあここでテンパイ待ちます、4回転4ジャーゲット、3連惜しかった、あの無双転入れるべきだったよな、天破滑卒、おいっと天破がいい、あ、殴るだけか、ちょっと弱いな、ジャゲの目発光、赤
これバトルリーチ言ったらジャケだからね。トモ背景とか欲しかった。これ機関行ったら5だから行けば当たりなんだけど、バトル、あー機関か、発展したら当たりですね。剣を色ラオラオ様いないね。あー当たった。剣王の機関から降りなんで当たりです。2ラウンド以上加藤、対戦相手ジャギでサウザーとシーンはやばい。まだ勝ったことないんですよね。ミッションもこれ勝ったうちの5分の1でラッキートリガー、それを引けたらミッションクリアす。シューで 50% ラオウ、あーシューがいい。うわーシュー強攻撃やめて。うわ飛んだね。いやなんでパンチなの、お願い。百裂拳とかあるでしょうよ。なんて切ない。でも今日もう3、4、8、2回取れてるからなんとかなりそう。いけない日じゃないみたい。あ、ザコ保留か。ザコ保留あると思うんですけど、まあ当初あのボタンを押したらヒデブとアチチがあって、ヒデブの方がチャンスみたいな書き方してたと思うんですよ。でヒデブだったらバトルリーチ後半以上みたいな話だったんですけど、まあ、僕2回ともヒデブで行かなかったから、これはバグじゃなくて間違いだなと思ってサミーさんにお問い合わせしてみたら、あ、それ間違いですっていう、逆でしたっていう回答をいただいたので、今各サイトから消えてると思いますけども、アチチの方がちゃんと熱いです。安心してください。俺もやりたい LT。 いい音かっこいいんだよね。この台のコンプリートをずっと見てて、しかもね早い時間でコンプリートしてるんですよ。ラッキートリガー入ってなんかもう50何連とかっていうのをめちゃめちゃよく見て、今年の5万発目指す機種はもう北斗だなって個人的には思っちゃってるぐらいあるかもしれないですよ。ラッキートリガー入っちゃえば。お、6566、あ、切り分け発生。これバトルリッチ後半いきます。しかもウィーグルだ。6、どうやっていくのかな。あとトモハイケ、トモハイケ、あー赤来ないか。え、ラオウジョン、できれば赤でロゴをつって連機投座がいいな。せめてトキラオ、ケンシロウは出てこないほしい。赤キリンの当たり、赤はない、赤どっちろ、青かってことはトキラオかケンシロウどっちか。トキケンシロウリンちゃんタッチ、あ、いねえか。まずシェイク入ろう。ここシェイク、あ、入んない。まあシェイク入ったらプラス 10% ぐらいですね。で、この蹴りハイキックでロゴ落ちが欲しかった。マジか。だとまあトータル 20% なんだよね。お願いキリンなら話があるよ。見せてくれキリンカットイン。あー緑緑かー、しんどいよね。さすがに決まんないよな。さすがに決まらないか。でもドキドキできちゃうんだよこれ。まあ、背景カスタムでさ、分かりやすいのが赤いもの出てきてくれたらバトルリーチ後半以上っていうのがあるので、あと分かったらその後予告積んでくれしかもないですよね。あとはい、追加投資です。といってもまだ4000円だからね。これでちょうどお昼の時間になりましたので、今ちょうど、12時過ぎなんですけど、ハンバーガー、どんなハンバーガーかはエンディングのアノテーションでぜひご覧ください。じゃあ2枚目いきます。なんかコンセプトバーガーとかたまにあるじゃん。北斗バーガーを作るとしたらどんなハンバーガーだろうね。みんなマッチョだからプロテイン系かな。タンパク質多めのバーガーみたいな。肉、ハム、チーズ、肉、ハムみたいな。なんかキッチンカーとかやってみたいんだよね。クレープ、今ズカラオーラ青だったから、次テンパった時に青オーラだったら当たりです。
青なら当たり、黄色ね、そうなるよね、そうなっちゃうよね、やめてよチャージ。557回転稲妻走って、あとそれがフリーズでラッキートリガー、さあ来い、フリーズ取れるわけないだろう。まあ300増えました。3枚目、ここ兵庫でさ、3連戦の最後で明日隣駅なんで絶対帰んなきゃいけないですよね、東京。でも今3、4、9ではこんな当たんないじゃん。マックスあった頃よりこんな仕事してたらさ、動画なんのこれ。でもそりゃパチンコ屋じゃいないわな、時間内に終わらないよね。俺も確かにさ、マックス打ってた頃さ、台のコンディションがそこまで良くない限り当たったらスペック下げてたもんな。チャージだよね。あー、リア、こっからラッキートリガー入れてくれ、つらいよ、ここ兵庫だよ。あー、そっちは当たんない。4枚目入るぞこれ、4白目。あー、すいません、ありがとうございます、あったかい、あ、嬉しいっす、ありがとうございます、いただきます、ありがとうございます。兵庫県ですけども、五座候補差し入れでいただきました、当分チャージしたいと思います、いただきます。あ、おいしい、よし頑張れる泣くの早かった、僕が一口で消してほしいものにコメント欄に食事神経では多分上位だと思うんで。おい、フリーズ赤張って、あー全部青いけど、まあ、ステージのボスできたね。六図柄か、とも背景はないんだ、やっとフリーズでできたのにね。せめてタイトル変わって後半へ、ちょっとしばらく後半見てないよ。いっと、久しぶりの子、赤ならあるよ、ここで跳ね上がるから赤だったらいい、赤、青、激アツルート行って上がってきて、あー上がらないか、ロゴを打って斜めに行ければありますね、シンク様ドーンだよ、キリン、オールコーモ、オールコーモ、キリンカット見てたらなんとかってみんな言ってる、なんで出したのよ、80% オーバーだぞ、シャウシャウ、返してほしい感情の高まりあれで当たんのが北斗じゃん、気流台だから リーチにはなる。 7? これ行くでしょう、無双先生行くんじゃない、気流台だよ、シェイクシェイクシェイク、頼むケンシロ通れ、それよっしゃ、無双先生50敗以上、強烈ジャッジデーの技が当てるときシェイクで、みんなが集結するときがロゴを押すタイミングです。頼む、お願いお願いお願い、青でも何でも当たればいい、そこでシェイクなの、みんな集結ときロゴだけ落ちて、はい、みんな集結、ロゴとご一緒にドン、あーないけど、まあなくても一応 50% を耐えてる、初めて見れたんだぞ、すげえ壮大なリーチだな
すごい盛大。これは当たってくれ、お願いします。ラオ強すぎ。無双戦ダメ。結構心にくるこのハズレ、初めて見れたっす。さっきのキリンハズレよりもショック、全然ショック。5枚目、いや絶対寄ってきたよな。チャージの取り手は図柄、あの2ラウンドの真剣勝負以降何回転ハマってます？1000いかないぐらい。そうだよね、319は1000ハマってるよね。早く当てないと。お、いいね、いいよ。あ、でも赤スタート悪くない、悪くない。うでもサウザーステージでしょ。あった、ラオウじゃん。赤くなって、視聴数赤くなってきて、あと5点がいい。22なのね。2はバトルリーチ行けば当たりだから、ラオウ系は関係ないです。滑って、よし、よし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 。なんなら4行きたい。4に行く。よっとっす。80% ぐらいある。もうこれは外せないわ。いやもう最強。友背景はないのか。いやこれ連携どうなるでしょ。うわー赤だ。もうキリンタイトル出てもいいぐらいだよ。はい、よしよし、前赤でいい。あ、トキートキー、はいシェイク、あと100でつけてロゴ落ち。いやこれは緑でもいけるよ。途中でアッパー出したらね、こういうのチャンスアップなんですよね。テンション100列剣の時どこドーンだよ。リーチも OK、 横角も OK。 ロゴはねえけど、キリッ、いや大丈夫大丈夫、これは戦う、大丈夫、これは大丈夫だよ、大丈夫って言って。よし、あーよかったな、大丈夫と思いつつもちょっと怖かった。さすがにラオウのストレッチ4連は外せない。ありがとうございます。かかったね、41,500円。よし、ラオウで当ててくれたからラオウにしよう。いやマジで嬉しい、こんな嬉しいやつなんだね。あれ、かけ3だったら外れてもおかしなかったです。4だからですよ。よろしく。無双転生突破しよう。龍拳に勝てる図柄は4です。早いよ。まだ早いよ。ヘイジ、ヘイジ無理、ヘイジやめろ、早いって。3回転だけど、デフォルトかよ。ここで龍拳が発作発動してくれたら無双転生チャンスアップ。10年これじゃん、もう誰かさ開発してよ、誰か学んでくれ、これ笑ってくれたらいいんです。おーカット、よっしゃー、マジか。これないから、龍拳に勝ったらちょっと無双点ぐらいやらせてほしいですね。無双点せ、一発的よ、一発的よ、よし、びっくり2個、なんなら強烈薬1個か、引きます、来い、キリンフラッシュ、よっ、裏ボタン成功、入ります、よかった。
引き流行、これ大丈夫。マジかー、ここですかね。ありがてー、これは逆にナイスヘイジスわ、気持ちいい。さあ、すべてを取り戻そうか。そう簡単には帰りませんよ。いやー、でかい。あー、いいね、このブラックアウト。この入りかっこいいよね。いったよ、ロッキートリガー、89%継続。よっしゃ、行きましょう。 89%! とりあえずもバトルしちゃえば 50% 以上です。龍拳以外のキャラだったらほぼ6割以上かな。おい7に上がってほしいな。 V レインボーがいい、デフォルト。ここでイルミ、左さん、まさかのさん。これで50連とかよく見るけどな。やりたいよね。龍拳でも勝てる。あ、3回いった、惜しいね。もや来なければいい、喋んないで。いや 2D 勝ってんがいい、早くね。いや、まあもやがこんな、あの回復すればいいだけなんですけど。帰ってきて、晴れねえのかよ。嘘でしょ、これ奇数だったらいいんだけど。人を返したら 95% で、パンナップの時にボタン7回押しますね。4567、これで10ラウンドだったら告知きます。うわー、やばい、古代石ケンシロウだ。でも弱攻撃じゃなかった100列、そんな無情なことある？そんな悲しいことある？お願い、3ラウンドでいいから帰ってきて。16回転んだよ。トモハイケ、ここ姿勢でも弱い。ああ、なんもない。ラオウ様、うーわ、マジで言ってんの。今月マジで引き終わってるみたいですわ。ちょっと台見よう。さすがにもう北斗終える時間じゃないわ。ちょっと賭けっすね。もう入んないかもしれないけど、ジャギか無法者か。ジャギかなあ。いいじゃん、4連単のジャギ。ちょっとジャギいきますわ最後。多分こっからまた同じぐらいハマったら帰れないから、ジャギで一発勝負します。もう時間ないので、すんげえ早い台で思いつくのがジャギかなと思ってジャギに来ました。何よりラオウが仕事しなかったので、真剣ロードで待ち構えるラオウをぶん殴りたいと思います。行ってきます。おかしくない？ 89% 継続でさ、2連で終わるっていうね。何それって。ああ今日プラスになったなって思ってたらこの仕打ちって。でも時間も兵庫で新幹線まで遠いので、今もう5時ぐらいになるんですよ。真剣ロードチャレンジできてもまあ2回か多くて3回かなと思うので、とりあえずまあ一発で決める勢いで、ちょっとラオウを一発殴るのと気が済まないので早急にやってます。199なんで、とりあえずチャレンジ券はすぐ欲しいですね。とりあえず真剣バトル行ってキリン柄出せば大丈夫です。それか究極無双かな、ほぼそれなんで。おっしゃー、ジャギランプ来た。2個持ってる。もうこれで決めよう。待てよ、タイトル上がるか、上がらない。まあ、上のロゴが赤になっていただかないと危ないですからね。チャンスアップ1個につきマックス2まで上がります。これで2段階かけてほしいな。1、2、OKOKOK ってことはあと1回絶対来るので、最低2回来るから赤以上になりますね。
2段階上がれば計画武装で、最後このくるくるが回れば金まで行けんだけど、来ないかな。垂直落下してくれたら計画武装ですね。あー上がった、 OKOK、 計画武装素直に当たってくれ。やばよろしく。よし待ってろラオウ。残り弾と762個です。ラオウを蹴散らしてまくって帰る。 2.8 分の1引きゃいいだけ。いきましょう。でい行くぞジャギー。ここは楽々突破してくれ。剣士のタイトル赤。ザコ飛ばないかな。飛んでないけど、もうここは楽々よろしく。存在死ね。 OK 次はい、トキそこをどけ。アミバは後ろにいないか。いないですね。オッケー。ずっとずっと殴る。もうダメじゃねえ。あー早く殴りて、早くロゴ落として、ラゲー本気でけよ。アルチュアルシュタル殴れる。さっきの狩りはジャギで返す。こっちが俺の交渉だ。復活じゃねえか。一発殴りたかった。ああ殴りたかったのに、今そこで綺麗に決めたかったのに。すっきりした、すっきりした、ありがとう。あなんか報われた今日。ああよかった。よしまくろ。現金同士ここでしてないんで13,375発ですかね。あとはここから 81% ループです。ああ楽しい。今日は気分的にサバちゃん聞きたいから俺様無双モード極みで気持ちいい。いきまーす。レインボー、レインボー。デフォルトコン赤扉ね。デフォなの相当してない。あ、でもマミヤだ。目つかないから。あ、引き付いた、大丈夫だ。そう簡単には落ちません。なんか体感ね、ジャギは 81% どこの騒ぎじゃないと思ってるんで、楽々突破してもらわないと。あー楽しい。ちなみにミッションは20連超えてからの通常開くのエンディング流せればミッション達成です。はい、もう一丁。奇数の方が熱いですね。4で、この V のレインボーも見たいんだよね。よいしょ、レインボー。扉はデフォルトコー。誰かな。ああ、進化星さん。あ、つかだ。真ん中まで行こう。あら弱攻撃の。お友達おいで、お友達。嘘でしょ。真に負けんの。あ、ついた。上の目ついたんで多分大丈夫。いつもこれ消灯してるから。そうだよね、よかった。負けてらんないよ。おかえり。ちょっと怖かったっす。よっ、サバちゃん聞かしてよ。お、レインボーではない。ちょっと赤くしてほしいですね。
敵は、うわー、やばい。あ、評価よくいい、今日はいいや。キラン、あ、つかなかった。まあプレミア来なくても勝ってはくれるんですけど、あー、バイブってない。いやいやいや、安心させて、早いって。目ついてないし、大丈夫か。帰ってこい、帰ってこい、赤くなれて、ジャギ早く、ジャーギー入ったんすけどね。まあいいか、ちょっとラオウ倒せたんですっきりしたし、本当はね復活じゃなくてドーンで倒したかったんですけど、なんかすっきりしたんで満足です。負けましたけど、まあまあそこまで重傷じゃないですし、心は晴れたんで帰ります。ありがとうございました。でもね、時間が5時過ぎてるので、こっから新幹線の駅まで向かうのもまあまあ時間かかるんで、追ってもなんか取り切れないとか発生しても嫌なので、ここで終わろうと思います。ありがとうございました。久しぶりの加古川、楽しかったです。風エブリー、お疲れ様でした。久しぶりの加古川、楽しかったです。すいません、あの今の心臓熱気悪いかもしれません、ごめんなさい。はい、ということで、北斗は最中取れたんですけど、結果が散々 LT 入って3連っていう、ちょっとあのラオウに対しての怒りをどこにぶつけたらいいかっていう人生になったんですけど、まあ、北斗の手の中ではラボタンのラッキートリガーの入るかどうかの無双点のあのレバーのやつが成功したところは良かったかなと思います。他はボロボロでした、ごめんなさい。ちょっとラオウの手の怒りをどこでぶつけたらいいかって迷ったんですけど、あ、ジャギじゃんと思って、ジャギのサードバトルでラオウじゃんと思って、勝ったら一番気持ちいいじゃんと思って、そこで殴ろうと思って、ジャギにしたら、見事怒りが引きになりましたね。一発で突破と、で、まあ、結果は4連かな、初当たり込みでだったんで、総投手が13,375発に対して、まあ、5000発ちょっとで、まあ、半分ぐらい回収で終わったんですけど、まああの結果からだったら遊べた方かなと思います。満足かなと思います。ありがとうございました。でちょっと僕のあの私事ではあるんですけど、後半会社にお願いしたところ、心よく2週間ぐらいとりあえず休み取っていいから、ゆっくり時間過ごしてくださいと心よく言っていただいたので、2週間ちょっとお休みさせていただきます。そしてさらにビッグボスからあの実戦回数が少ないから、ミッションの罰ゲームも今回は免除しますと優しいお言葉いただいたので、ちょっとそこも、お言葉に甘えさせていただこうと思います。ということで9月の実戦は今日が最後ということで、なんか散々な結果で終わった回ばっかりだったんですけど、まあ、10月札幌に帰るので、10月、札幌に9月帰る分、地元からのパワーをもらって10月も頑張ろうと思います。また10月お会いしましょう。ありがとうございました。なんでラマ紹介いきたいと思います。メイン通路かなって思うんですけど、なんかね海が全然ね稼働してないんですけど、僕はとても状況がよろしいと思うのですが、オーミファイブなんですけど、まあ、稼働はされてるってされてるんですけど、あの出てやめてっていう方が多いのかなって感じですね。あと沖海超旋風5台とか、なんかすごく海ワールドはもったいない気がします。はい、でここはもうエヴァのレイと、方向とレールガン、ここはもう良かったんじゃないですか。43とかついてるもんね、方向もぶん回されてるし、レールガンもなんかちょっとねまだハマっちゃってる台が多いからあれですけど、でここの店舗さんやっぱりスロット流れる方が多くて、スロットが多分その3強ボックスすごいことになってるんじゃないかと思いますので、ぜひ、結果ご覧ください。以上ジャジャの出玉紹介でした。エイヤの邪魔台行きます。おっと、ボトルボスがついんだ。これは弱め、どうするどうするどうする、おっとダメおっほ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 っ、行きます。ほい、タイミング、あるぞあるぞ、やるぞ、俺はもうやる気になったよ、俺はやりますよ今日。はい、本日のお昼は
ゲットできました、ミラクルゼウスバーガーいくらでしょう。300円です。めちゃめちゃうまいよ。300円じゃない、これ1000円ぐらいだよ。東京食べたらマジでうまい。